マイク変えましたよ。ね、どうこのマイク。うるさい？うるさい？ASMR できそう？できないでしょ。こんにちは、ASMR のポッコです。よろしくお願いします。キッキッキッ。じゃあ今日もアリーナやってきますか。なんか暗いな。あ、そうだ、サングラスして。メガネがね、ないんだよね。ほんと。やっぱブルーライトはもう受けたくないんで、サングラスしてます。咳コロナですか？コロナではないと思います。なぜならば、私は外に出ていません。どこにも行ってません。人に接触してないっていう。アリーナだから、あ、ミニパッタ。うわ。やべ。あぶねえ。相手も結構激動だったね。やっちまうか。あぶねえ。ジジュー。この勝利はでかいな。てか今、あれだね、大会とかいろいろやってるみたいなんですけど、やっぱ S、ん？パッドのゴリ押しが結構害悪だって言われてんだよね。キーマウの人からしたら、このパッドのゴリ押しマジでやめてほしいみたいな声がすごい上がってるんですけど、それはね、まあ、パッドの人はある程度の編集スピードを失っちゃってるんで、それはもうしょうがないですよね。キーマウでもゴリ押しはできるから、ぶっちゃけないものねだりかなっていう感じはしますけどね。そう、だから建築で今攻撃する要素がないんですよ。多分それでストレス溜まってんのかなっていう感じはするね。声違和感しかない。なんで？なんかさ、ヘッドマイクのマイクだと声が雑魚すぎとかなんか言われるんだけど、こうやって1本10万円のね、これ多分12万ぐらいしたんかな。12万円ぐらいのマイク使うと声がキモいとか、声が遠いみたいな。多分今回は声が遠い感じはしないと思うんだよね。でもなんか違和感しかないみたいな。行こう。びっくりした。俺が一番びっくりした。あ、建築してる。これ今ボットが撃ったのに反応して敵が建築してるぞ。すごいねこれ。なんか上がってきそうだからこれ建築しとこうか。おーっと、やばい。うう、備えよう。来いよ。ファイヤー。真上にいるのか。100均のサングラスですかっていうのはマジやめろ。トム・フォードだ。300個ぐらい買えるわ、100均だったら。ちょっとね、ヘッドホンのねボイスっていうか、なんかアンプを変えたから、ちょっとまだどこにいるのかわかんないね。慣れが必要みたい。でもここにいると思う。おう、カーモンベイビー、カーモン。ムカつくな。やば、危ねえ、危ない。おい、こいつやれねえんだけどよ。行きます。おーおーマイグッドネス、CG。 腹立つだろうな、これ。クソガキ臭がすごいっていうシナリオ。今通報してる敵リスペクトだな。あれでしょ、エモートで通報されても大丈夫っしょ。死体打ちとかだったらまあワンチャンちょっと不適切だねってなるかもしんないけど、てかそもそもさ、死体打ちってフォートナイトないからね。血が出ないでしょ。死体がないじゃん。ピュンっていなくなるじゃん。死体打ちでなんかバンにされるっていうのはちょっと僕の中でちょっと信じられない。 COD とかならわかるよ、死体があったりするから。あ、いた。後ろっすか。残念だったな、レッドマン。うわ、エイムある。今日エイムが悪い。何これ、やばい。
んねえな。こういう人はロケラ持っちゃダメ、ほんとに。爆発は芸術だって、うん、やめてくださいほんと。でもサングラスも今までYouTuber になってどんぐらいかな、多分10個ぐらい買ってるんだよ。でもなんか基本的に身内にパクられる。友達と遊び行った時パクられたり、なぜか知んないけどサングラスをすごいパクられるっていう。あとナックスで唯一生き残ってんのがこれ。このサングラスだけ生き残ってる。いい友達を持ちましたね。でしょ、サングラスを盗む友達。まあでも高校の友達とか、まあそれこそ大学の友達めっちゃおごってもらってたからね。やばいよ、高校の友達なんかもう毎回、おーっと敵がいる。やばやば、ポンプ怖いな、恐ろしいよ。うえー、危なくない？いや強い人多いんだよな、勝てるかもしんないっていう。オーケー、ナイス。おっと、酔ってますか。お酒飲みいけないからね、お酒は入ってないよ。おお、やってるねえ。キュキュン、こっち来い。おえ、結構いい位置にいるな。崩して、うわーうわー、全部いっちゃった。最悪、裏目に出たな。やばいやばいやばい、やばいやばい。え、近っ、ワッツなんだよ。危ない、やばいやばい、とんでもねえとこ来ちまった。やばいやばいやばい、落ちたら死ぬんじゃー、危ねえ。うわやばいやばい、死ぬ。あやばい、体力だからちょっとキルしなきゃダメだなこれ。やべ、エイム、エイム。オーマイガッツ、ジジ。アイザイマス GG ですね、うますぎ。 Thank you。 じゃあ皆さん、 KP